おい、最近の仕事何なんだよ。ガキの使いじゃねえんだからよ。あんまり退屈だと余計なことしたくなるんだけど、あたしまさか脅したりするわけないだろ。そんな面倒なことする必要ねえんだよ、あたしはな。ああ、なんだ、そういうのがあるならさっさと言えよ。格闘大会ね。ふん、一応聞いとくけど、クソ面倒な決まりなんかはねえんだろうな。ああ、ならいいや。わかった。ルール無用の真剣勝負ってわけだ。楽しい祭りになりそうじゃねえか。誰かと思えば自分から来ちまうなんて、悪役にしちゃちょっと安っぽいんじゃねえの。この娘、立つのは口だけか。ああ、私メインは最後に取っとくたちなんだけどな。まあいっか、食ってやるよ、骨までな。私に従ってはいなかったことなど当時承知だ。私を陥れようとしたこともな。あんたはただのおまけ。バカ同士食い合って弱ればラッキーと思って味方してやったのに、こんなざまじゃ100年経っても無理無理無理。やっぱスペアはスペアだね。ベガのほどまだ遊べたぜ。貴様、バイバイ、かわいそうな人形ちゃん。さあ、次はどいつと遊ぼうか。いいね、この感じ。いつか思い出すぜ。これが欲しいならもっと激しく着なよ、あの時みたいにさ。こんばんは。お招きしたのに返事がないから迎えに来てしまったわ。どけ。新しい目を手に入れてきたんでしょ。 SIN の研究所から。死にてえようだな。申し出のことを考えてもらえたかしら。悪い話じゃないと思うんだけど。あら、邪魔が入ったよ。SIN の残党が湧いて出たと聞いたが、てめえとはな。はっ、崩した。ちょうどいい、てめえでこれを試してやるよ。バイソン、呼び出しだ、基地から。基地から呼び出しね。どう思う？
お前らが動いてるってことは、なんかあるんだろう？楽しそうなネタがさ。スパイダー、この場で拘束しないのは、あなたがターゲットじゃないからよ。余計な手出しをすれば、こちらとしても見逃すわけにはいかない。覚えておきなさい。おお、怖い。SYN にいた女ですね。この基地に侵入するとはどういうつもりです？でけえ声でわめいてんじゃねえよ、ザコが。シャドルナンバー2のこの私に向かったその暴言、わめい死に値するです。シャドルの幹部どもが関わってて、 CIA が鍵目やって、近々面白い出し物があるってことだ。なぜこの番号？決まってんだろ、興味が出てきたからさ。つまり私たちの計画に参加すると？ああ、パーティーの参加料は先払いしてるんだ。2回もな。Congratulations! Thank you for playing! ずっと殺してやろうと思ってた、ついにくたばった。そう聞いても、私の気は晴れなかった。この片目を奪ったあいつの全てをぶっ潰してやる。奴のくだらねえ組織も野望もこの世から消してやる。殺してやる、殺してやる、殺してやる。ベガ、ずっとそう思ってた。そのために利用できるものは何だって利用してきた。なのに、くそ、なんだってこんなにイラつくんだ。くそ、くそ。ハン・ジュリ、シャドル壊滅後も変わらず良くない仕事を請け負ってるようね。そっちはどうなんだい、チュンリー捜査官さんよ。ベガはくたばった、仇討ちが済んで引退か？あなたも復讐のつもりでやっていたのなら、これ以上悪事を重ねる理由はない。ある意味あなたもベガの被害者だわ。もちろん不法行為は償ってもらうけど、心を入れ替えるなら。つまんねえ女、償ってもらうだ。私に説教できると思ってんなら試してみろよ。あなたもベガの被害者だわ。チッ、うっせんだよ、クソが。Thanks for playing. Congratulations!